ございます。今日はバイトじゃないからショッピングしましょう。ショッピング、そう、靴屋さん行きたいんだよ。靴屋さん、靴屋さん行こう。ちょっと今日長袖の、あーそうか、この格好の履きたいな。赤かな。似合わんな。いや、これでいいんじゃない？え？うん、え？オッケー。あれ、グッドや。あの駅、ここここ。高円寺って読むの？高円寺って読むか。なるほど。服屋さん、服屋さん行っちゃった。まあいいや。あ、シューズあったよー。たっけー、全部。いやー、いいなー、ブーツいいなー、ロングシューズもかわいいなー。いや、マジで本格的に金ないな。よーし、ロングシューズだけにしとこう。よーし、家具見に行こう、ついでに。わ、すごい、すごい、これはすげー。わー、オリエンタルなベッドいいなー、ええー、なー、これもいいなー、これいいなー、これ買いたいなー。うちの裸電球だからなー、これ買いたいなー。いや、これぐらい買ってもいけんじゃないかな。これだけ買おう。よし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 、金ねえ。よし、金ねえ。金ないぞー。あ、メール来てる、誰だ。アナです、サンキュー。こっちも元気でやってるよ。オッケー、休み。あ、メール送ったか。時間潰しましょうかね。はーい。金ないしな。でもショッピングしたいな。他のところ行ってみようか。田の駅。行ってないのは確かに銀座は行ってない。銀座とお台場行ってない。ちょっと遠いんだよね。あと代官山、代官山行ってないから代官山だけ行ってみましょうか。服、わー、ジーンズ売ってる、かわいい。あれ、レクオーマーいいな。わ、レクオーマーいいな。レクオーマーぐらい買える？ことも買っちゃえ。あ、間違えた、終了しちゃった。まあいいや。レッグウォーマーかわいい。家具見ましょう。わー、これもいいな。いや、どっちがいいだろう。どっちもかわいいね。てかベッドもいいね。ゴザだ、いろりん。わー、なるほどね。いろりらりん、なるほど。なるほど。そうか。そうか。結構いろんなものあるな。そうか。メールだ。はい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 。丁寧にどうも、ナナちゃんも元気そうだね。こっちも仕事順調。電話しようかな。ナナに電話とかできないかな。
あれ？あ、出るか？あの、ナナですけど。ん？何？なんかよ。あ、どうしてるだろうと思って。こないだ見かけたとき、なんだか暗い顔してたから。はあ？そう思えたんですけど。いや、勝手に人の気分決められても困るし。わあ、余計なこと言っちゃったみたい。難しいね。あの、ナナですけど。あ、ナナか。すげえ残念そう。はいはい。なに？今ね、電話待ちしてるから、手短にお願いできるかな。オッケー。あ、どうしてるだろうと思って。こないだ見かけたとき、みんな暗い顔してんだな。なにそれ。だからこないだ、この世の終わりって顔で。顔？なんか私、メイクとか失敗してたかな。そんなことないよ。そんな感じになるんだな。帰ろ。隣行きましょうか。返事がないなぁ。いないか。今日もいないのか。部屋の掃除して。予定は24日まで本当に何にもないから、なんか24日までガツガツバイト入れてもいいんじゃないかなーって気がしてきた。気のせいかな。ね。まあ、とりあえず休みましょう。あ、部屋の掃除するの忘れてた。まあ、いっか。仕事ですね。あ、こんなこともできるんだ。あー、付け替えになるのね。そうか。あ、これいいんじゃない？なるほどね。かわいい、かわいい、かわいい。こんな格好してた子いたな、昔。確かにこんな子いたな。いや、ってなると、いや、スカートも捨てがたいな。スカートいいな。白がいいな。白のレッグウォーマーか。レッグウォーマー買うか。かわいいな。いや、これで行こう、今日は。よし、行きまーす。出勤してきまーす。Good. あ、メールできる。あ、なるほどね。なるほどね。うんうん。なるほどね。携帯触れるんだ、これ。どうなった？よいしょ。なるほどね。こういうことができるんですね。これは面白い。交通費ぐらいだったらあるか。
ッピングに行こう。あの駅で見に行くぐらいだったらタダだからね。タダではないけど、お台場の方行ってみましょうか。高いな。洋服見ます。わっかわいい。わっかわいい。いいね。セットタンクトップ、セットタンクトップ、あーなるほどね。かわいい。わっかわいいな。今日買えんけど。家具屋さんは、うーわすげえ、アンティークショップだ。やば、シャンデリアある。たーか、でもそうかそうか、結構序盤って何もすることないからさ、バイトガツガツ増やしたらこれ普通に買えるのか。そうか、なるほどね。そうか、普通の何もない日は本当に純粋に、なんていうのかな、あのバイトしてなんかイベントの時だけ休ませてくださいみたいな感じでやったらいいのか。悩み相談とかしてみる。なもんかな。あ、間違えた。みんなに悩み相談のメールをしたらどうなる。ないな。レンはさ、ナナのさ彼氏だからさ。よし。おほー、750円、結構なお金よ。交通費だけで飛ぶな、結構な。よし、行ってみましょう。明日はね、夜もバイトあるから。いないね、やっぱいないのか。お、メールだ。とりあえず部屋掃除して、で、レイアウト変更して、これこれ、おーおー、あ、赤いな。なんか思ってたんと、いやこれでええんやけどな。あ、赤いのはそうか、そういうことか。あとなんもないか。オッケー。でもいいんじゃない、奥のさアンティークのやつがさ結構いい感じになってるから。さて、携帯使いましょう。メール4通。ノブからメール見ました。そういうのよくわからないから何もアドバイスできないよ、ごめん。よし、それはまた大変な思いをしたね。大丈夫、時間が解決することってのもあるから気長に待ってみるのもいいと思うけど、辛かったらまた連絡してよ。無理はしないようにね。お、返事が変わったよ。返事変わったよ。ヤスの返事が変わったよ。お、これはすごい。なるほどね、これか。そういう重い話こっちに振らないでくれる？悪いけど俺は何もできないから。アナ、難しいね。私じゃアドバイスできないよ。ヤスに相談してみたら。ごめんね、みんなヤスに言いすぎだよ世の中そんな甘くねえってことだろ。いちいち落ち込んでたらキリねえって。もっと強くなった方がいいんじゃねえか。
すごいな、ヤスのメール文が変わったよ。これじゃないな。前のほらこれやんな。妙な恋心って難しいからね、俺はさっぱりわかんない、役に立てなかった。お、すごいすごい、ちゃんとメール文が変わる。これはこれはありですぞ、これはありですぞ。電車賃高っ